アクセル・ルディペルはドイツ防空ム出身のヘビメタルギタリスト。また、同人のソロプロジェクトバンド。1980年に結成したスティラーでプロとして音楽活動をスタートした。スティラーはドイツ国内で人気バンドとなり4枚のアルバムを発表した。しかし、よりポップな方向へ進もうとするバンドとの方向性の違いを感じたアクセルは脱退を決意する。 バンドの中心人物を失ったスティラーはほどなくして解散した。1989年からソロギタリストとして活動を開始。ソロ転校後は契約しているドイツのレーベル SPV 傘下のスティームハンマーからほぼ1年に1枚のペースで何らかのアイテムをリリースし続けており、ソロギタリストとしては異例とも言える順調な活動をしている。 十分なギターテクニックを兼ね備えてはいるが、テクニックよりも楽曲で勝負するタイプのギタリストである。フェンダーストラトキャスターを愛用している通り、リッチー・ブラックモアの大ファンである。アクセル・ルディペルはソロ名義でアルバム発表やツアーをしているものの、サードアルバムからはバンドとしての活動形態になっている。アルバム発表ごとにブックレットにグループショットを載せており、 レコーディングもバンドのメンバーと行っている。バンドのラインナップの変動もそれほど多くはなく、2000年からは完全に固定メンバーになっている。メンバーの中でもベーシストのフォルカー・クラウツァックはスティラー。時代からの名優であり、アクセルル・ディッペルのすべてのアルバムでプレイしている。ただし、作詞を担当することがある、ボーカリスト以外は曲作りに参加することはない。ドイツバッケン 公演オリジナルアルバムライブアルバムコンピレーション内は、アルバム発表当時の日本のレコード会社 DVD、イングベイ・マルムスティーンが在籍していた、アメリカのスティラーとは、同名イバンド、ロニー・ジェームズ・デオのトリビュートアルバムにスティル、アイ・アイム・サットのカバーを提供。ありがとうございます。